骨盤の歪みやねじれを整えて、ウエスト骨盤をキュッと締めてくれる、座ったままの返し腹筋、ご紹介します。1回でお腹がへこんで、反り腰解消されるのが実感できますので、メジャー持ちの方は、ビフォーアフターでウエストを計測してみましょう。スマホは床に置いて、体の正面で足の裏合わせましょう。こんな感じです。カエル足作ったら、手を後ろについて、ぐっと足持ち上げます。で、この時お腹へこませて、わざと猫背、腰を丸めるイメージです。腹筋使ってる感覚ありますか？この状態で30秒キープです。きつい人は、下ろす、持ち上げる、下ろす、持ち上げる、繰り返してもいいです。頑張れる人はこのままキープ。もしくはまだ頑張れる人は手を離してですね、こんな感じでやると、さらに腹筋に効きます。腰肩痛い人は絶対無理しないでください。ただね、呼吸は止めないようにして、しっかり腹筋、力入れっぱなしです。きつい人は、下げる、下ろす、繰り返してもいいし、最後の10秒サボってもいいです。無理せずね、自分のペースで最後まで完走しましょう。一回とそうなので、ぜひ期待しててください。OK です。大丈夫ですか？そしたら、後ろに手をついたままですね、次は、このまま、持ち上げる、下ろす、持ち上げる、下ろす、繰り返していきましょう。膝はなるべく外に開いておく。しっかり腹筋力入れて腰丸めといて。腰が痛い人絶対無理しないでくださいね。きつかったらサボってもいいですよ。もしくはね、こうやって足閉じるとだいぶ負担減ると思います。しっかり足の裏合わせて膝を外に開いたままやると効果的です。あまり肩ね、こう力入れすぎないようにすることと、呼吸は止めないようにしましょう。頑張れ。きつかったらサボっても OK。 最後まで一緒に頑張りましょう。OK。 右足伸ばします。こんな感じです。で、左手で右のつま先を触りに行きます。左の指先で右のつま先触れますか？最低でも触れるぐらいまで行ってほしいんですが、僕もちょっと硬くてね、できません。左の脇腹、右の膝の裏、裏ももを同時に伸ばしてます。こうやって反動つけながらでいいです。呼吸止めないようにしましょう。あんまりね、無理やりやりすぎても良くないので、まあまあ呼吸止めずに反動つけながら、ゆるくズボラにやりましょう。ちょっと最初の2種目きつかったですよね。あんなきつい種目もないので安心してください。OK。やり返していきましょう。左足伸ばします。で、次はですね、右手で左のつま先触りに行きます。頑張って。これもね、指先が、つま先触れてほしいですが、僕は触れません。皆さんどうですか？で、本当に理想はね、もう手首がつま先に当たって、この足をつかめちゃうぐらいまで行くといいんですが、僕も硬いので大変です。皆さんどうでしょうか？できない方もね、大丈夫です。この脇腹、腰回り、あとは膝の裏とかね、裏ももが、硬いだけなので、一緒にね、頑張って、柔らかくしましょう。OK。ついてきてますか？大丈夫ですか？これで右足を次左こっちに持ってきます。で、この足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びてれば OK です。このポーズできないよって方は、この右足もうちょい前、この辺でこんな感じ、これでもね、右のお尻が結論伸びてれば OK です。頑張れる人はなるべく足をお腹にグッとつけて、上から引っ張られてるイメージでですね、ピンと背筋伸ばす。そうすると腹筋しっかり伸びてきます。で、この時にあんまり肩がこう力入ったりとか、呼吸がね、止まったりしないようにしましょう。次行ってますか？きつかったらところどころサボりながら、水分補給しながらやってみてください。OK です。逆行きます。左足を右こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけて、左のお尻伸びてれば OK です。このポーズできない人は、この足をちょっと前、ここに持ってきて、左のお尻伸びる感覚があれば、それで正解です。多少ね、ポーズがちょっと不細工で、僕と違うなーってなっても、結論、左のお尻伸びてればそれで OK です。頑張れる人は足をしっかりお腹につけて、ピンと背筋垂らすとよりお尻伸びてきます。で、よくですね、こう、エアコンつけたりとか、暖房とか冷房つけて、ストレッチしていいですかって聞かれるんですけど、もちろん OK です。僕はね、そのエアコンの音が、この動画に入っちゃうの嫌なんで、エアコンつけてませんが、皆さんはつけて快適な温度でストレッチやってください。OK です。よし。そしたら次はですね、右足伸ばします。で、なるべく開脚、こう、股関節広げます。広げた状態で体真正面に倒していきます。右の内ももストレッチかけていきます。で、つま先がこう前に倒れちゃってもいいんですが、なるべく真上向けましょう。右の内もも伸びてればいいです。
もちろんつま先が前に倒れちゃう。これでも内もも伸びてる感覚があれば正解です。頑張れる人はもっと股関節広げたり、もっと体正面に倒したりしましょう。もう結構暑いですね。汗だくです。本当はクーラーを入れたいですが、ちょっと頑張ります。オッケー、逆行きましょう。左足伸ばして股関節しっかり開きます。このまま体真正面に倒していきます。左の内ももストレッチかけてます。つま先なるべくしっかり真上向けておくと内もも伸びてきます。頑張れる人はどんどんね、体をもっと前に倒していくと良いんじゃないかなと思います。呼吸をね、止めないようにしましょう。で、いろいろこの動画やってる中で疑問点出ると思います。質問いただければ基本的に返信するようにしてますので、遠慮なくね、質問いただければと思います。呼吸は止めないようにして、きつかったらね、ところどころサボりながら、水分取りながらやっていきましょう。 OK です。そしたら次、右足伸ばします。こんな感じですね。で、右足の方に向かって体倒しましょう。さっきは正面倒しました。今度は右足の方に向かって体を倒す。なるべく膝曲がらないように空いてる手で押さえて、右手で触れる人は右のつま先掴みましょう。伸びますか？右の膝の裏、裏もも。あんまりね、肩がこう力入りすぎないようにして、呼吸は止めないようにしましょう。で、質問があればコメントいただいてもいいんですが、皆さんからの質問がね、結構似たようなのが多いので、概要欄のサブチャンネル、ズボラストレッチの教科書、ブログとかラジオとかで、回答してます。すべて無料なのでね、登録も必要ないので安心してご覧ください。OK です。逆行きます。左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒します。なるべく膝曲がらないように空いている手で押さえて、左手で左のつま先掴みましょう。膝裏、裏もも、ふくらはぎ伸びる感覚あれば OK です。でですね、あんまりできてないんですけど、できたら皆さんのリクエストに応えるみたいなこともしていきたいので、リクエストあればね、遠慮なく Twitter、インスタの DM とか YouTube のコメントいただければと思います。で、もしね、なんか YouTube のコメント欄で質問しづらいって方は Twitter、インスタで DM いただければ基本的に返信しますので、Twitter、インスタからね、遠慮なく DM いただければと思います。 OK です。そしたら一度あぐらかきましょう。まあ、もしくは正座とか長座とか楽な姿勢でいいです。その状態で右手右肘床について左手万歳します。左の脇腹、脇の下ストレッチかけていきます。この指先、誰かに引っ張られてるイメージで向こうに向かってぐーっと伸ばすと、より脇腹、脇の下伸びてきます。いまいち伸びないよって方はもっと斜め前倒したりとか、真横に倒したりとか、自分が伸びる位置探してみましょう。ただ肩腰痛い方はね、無理しないでください。で、呼吸は止めないようにしましょう。脇の下、脇腹伸びますか？よし、OK。逆行きましょう。左手、左肘を床につきます。で、右手上げます。脇の下、脇腹伸びる感覚ありますか？誰かに指先引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと伸ばす。斜め前倒したり、真横に倒したりとかね。こうしたら伸びるなって角度自分で試してみましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。で、よくね、最近食事制限した方がいいですかとか、質問いただきます。まあ、食事制限できるならした方がいいですけど、まあ、個人的には食事制限嫌いなので、まあ無理せずできる範囲でいいんじゃないかなっていうのと、そういう質問をね、サブチャンネルで食の専門家の方に僕が質問して、回答してる動画あるので、ぜひサブチャンネルから食事についてご覧いただければと思います。 OK です。そしたら次はですね、こんな感じで足の裏、体の前で合わせて膝外に広げます。で、手は後ろについていいです。しっかり膝を閉じ切る、開き切る、閉じ切る、限界まで開いて内もも使って閉じ切る。膝パカをね、座った状態でやってます。逆に頑張れる人はこうやって手離してやると、腹筋、体幹にも効かせながら内もものエクササイズができます。きつい人は後ろでこうやって手つなぎな、手つけながらゆっくりでいいです。で、ズボラストレッチの種目、全部スピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲まで動かすことが目的なので、ゆっくり開き切る、内もも使って閉じ切る。よし、OK です。次はですね、このあぐらみたいな状態から、ちょっと右足前に出しましょう。で、体の真正面に体倒していきます。右のお尻、外もも、伸びる感覚ありますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。
いまいち伸びないよーって方は、右足もうちょっと前に出したりとか、手前に引いたりとか、もっと体を前に倒したりとか、いろいろね、試してみましょう。もしくは体をね、斜め前に倒すっていうのもすごい効果的です。どの角度が正解っていうのはないです。自分でお尻、外ももあたり伸びる角度探してみましょう。呼吸止められるしましょう。よし、OK。次は、あぐらの状態から左足ちょっと前に出して、このまま体真正面に倒していきます。左のお尻、外ももあたりが伸びる感覚があれば、それで OK です。いまいち伸びない方は足手前に、ちょっと左、もうちょい前に出したり、体をもっと前に倒れたりして、いろんな角度で試しましょう。で、この時にね、お尻、外ももではなくて、裏ももとか膝の裏がピキってなっちゃうとか、気になっちゃうとかって結構いらっしゃるんですが、シンプルね、そこ、そのピキってなってる気になるところが硬いだけっていう方が多いです。なので、まあシンプルにそういう、こうやって、膝の裏とか裏ももを多めに伸ばしてあげると、その痛み取れたりとか、もしくはね、そこの気になるところ、こうやってさすってマッサージしてあげても良いと思います。OK。そしたら、次は足伸ばします。両足伸ばします。で、そのまま前屈していきましょう。多少膝曲がってもいいので、指先でつま先触れるように、反動つけてもいいです。呼吸止めないようにしましょう。腰肩痛いし無理しないで。きつい人ね、水分補給したりとか、ところどころサボりながら自分のペースでやっていきましょう。呼吸止めないで。で、こうサボったりとかね、再生速度を調整したりとかしながらでいいんですが、よくそんな緩くていいのって聞かれるんですけど、どんなに緩くてもいいです。三日坊主よりもね、緩くても習慣化する方が絶対痩せるっても自信持っているので、習慣化目的にやっていきましょう。OK。次、開脚していきます。開けるところまで開きます。でそのままゆっくり体前に倒していきます。内もも伸びる感覚ありますか？もしくはね、硬い人は膝の裏とか伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。理想は120度ぐらい開いておでこが床につくこと、最低でもですね90度開いて肘が床につくぐらいまでいってほしいですが、僕もねこれなかなかできないです。どうしてもね、撮影ない日にストレッチするっていう習慣がなかなかつかなくて、本当に毎日やらなきゃいけないと思いつつも、毎日できないっていう、こんなね、説得力のないトレーナーで申し訳ないですが、でも撮影の時はね、ストレッチしてるんで、最低週2ぐらいはストレッチしてます。OK。そしたら、もうちょっと楽なぐらいでいいので、ちょっと足閉じて、ちょっとこうやって開脚してるような感じで、手は床について、パタパタ、休憩ストレッチです。これ、つま先だけ動かすっていうよりも、この付け根からですね、動かすイメージが大切です。余裕がある人はちょっとずつこうやって開いた状態でパタパタしていくといいです。後ろ寄りかかってもいいし、手床についていいですからね。呼吸止めないようにしましょう。あんまり肩もね、こう力入りすぎないようにしてくださいね。 OK。 そしたら次はですね、両手なるべく高くバンザイします。で、下げながら肩甲骨寄せる。両手を高くバンザイする。で、下げながら肩甲骨ギュッと寄せる。両手高くバンザイ、下げながら肩甲骨ギュッと寄せる。これ繰り返していきましょう。肩甲骨ギュッと寄せる感じ分かりますか？ギュッと寄せる。スピード勝負じゃないですからね。限界まで高く上げてしっかり寄せる。で、この時ね、猫背だと効果半減しちゃいます。なるべく骨盤を立てておく、姿勢正しい状態でしっかり肩甲骨寄せる。ラスト1回やっていきましょう。 OK。 そしたら次はですね、ちょっと新しい種目いきます。肘曲げたまま脇をこうやって締めておきます。で、外にグッと開く、閉じる、開く、閉じる。これインナーマッスルのストレッチです。背中とかね、肩甲骨付近使います。脇をしっかり閉じといて外にグッと開く。で、この時こう猫背だと効果半減しちゃいます。なるべくでいいのでこうやって姿勢正しましょう。で、どうしても猫背になっちゃうって人はちょっとね、こうやって正座してやったりとか、ちょっとこうやって膝立ちでやってもいいと思います。なるべく猫背にならないようにしながらやっていきましょう。 OK。そしたらですね、一回体育座りみたいにしましょう。こんな感じです。で、左足を右足乗せます。で、この状態で、なるべく左足を
右胸に近づける、こんな感じです。左のお尻ストレッチしてます。伸びますか？このポーズできないよって人は一回足伸ばして、左足を右足乗せて、こんな感じ。これでも左のお尻伸びてればそれで OK です。であんまりね、肩こう力入りすぎないようにすることと、呼吸止めないようにしましょう。左お尻伸びてれば多少不細工なポーズでも OK です。でね、なんで呼吸止めちゃいけないんですかって聞かれるんですけど、シンプルに酸欠で頭痛出たりするので呼吸をねしましょう。OK、 逆いきます。右足を左足乗せます。で膝曲げます。で右足と胸なるべく近づけます。右のお尻伸びてればいいです。きつい人はこれぐらいでも OK。 右のお尻伸ばすことが目的です。僕と同じポーズ取ることが目的ではないですよ。右のお尻が伸びてれば OK です。でなるべくピンと姿勢は胸張って、右足とね、体をこう近づけるとどんどん伸びてきます。結構きついですね。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたらですね、次右足伸ばします。この体勢立てます。で左手左肘床についていいです。で右手でなるべく遠くの床を触りましょう。脇腹、脇の下、お腹、いろんなとこが伸びます。なるべく遠くの床を触る。頑張れ。脇の下、脇腹伸びます。きつかったらね、一回こう緩めてもいいです。頑張れる人はどんどん遠くに手を伸ばしましょう。ふう、頑張れ。呼吸は止めないで。頑張って。肩腰痛い人無理しないでくださいね。途中で水分補給したりとか、再生速度早めたり遅めたりして、自分のペースでいいのでやっていきましょう。よし、 OK。 逆いきます。左足を伸ばします。で右手右肘床について、左手をですね、遠くに向かって伸ばします。遠くに向かって伸ばす。なるべく遠くの床触る感じです。脇腹、脇の下、お腹伸びる感覚ありますか？腰肩が、ね、痛いよって方無理しないで、あと呼吸は止めないで。頑張って。どうでしょう、皆さんついていきますか？もしね、わからないことあればコメント欄で遠慮なく聞いてください。よし、 OK。 そしたらですね、足の裏、体の前で合わせます。こんな感じでカエル足作ったら、真正面に体倒していきます。腰、お尻、外ももあたり同時にストレッチしてます。理想はですね、おでこが足につくこと、最低でもね、肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。どうでしょう、皆さんできますか？できない人もね、お尻、外もも、腰、この辺がね伸びてれば OK です。できつかったら反動つけながらでもいいです。で質問なんですけど、全然ね、動画に関係ないことでもいいです。皆さんがね、気になること、素朴な疑問とか聞いていただければ遠慮なく回答します。 OK。 そしたら次はですね、最初に行ったカエル腹筋キープいきます。体の前で足の裏合わせて、手は後ろにつきます。このまま足を持ち上げて、腹筋使ってお腹へこませてキープです。最初ね、キープできなかった人、腹筋使う感覚なかった、腰が痛い、そんな感じの人も今どうでしょう、だいぶ楽な感じあるんじゃないでしょうか。腹筋使う感覚がある、もしくはね、キープできる時間が長くなった、そんなのもね、素晴らしい変化です。というよりも、もうそもそもここまで頑張った時点で素晴らしいですからね。ちゃんと腹筋意識して、ただ肩腰痛い人はね、無理しないでください。よし、 OK。 最後ね、一緒に開脚していきましょう。開けるところまで開いて、このままゆっくり前に倒れていきましょう。さっきよりね、だいぶ前に倒れやすいんじゃないかなと思います。どうでしょうか、ちょっとね、普段入れない種目もあったので結構きつかったかなと思うんですけど、本当にね、お腹と足一回で遅くなるので、メジャーね、持ってない方は近くの100円ショップ行けば売ってますので、ご購入いただいてぜひ測ってみてください。一応ね、ツイッター、インスタ毎日更新してますので、ぜひ概要欄からフォローいただけると嬉しいです。あとこの動画だけじゃね、物足りないよって方は、概要欄におすすめの動画貼ってますので、このまま続けてやっていただけると思います。でここまで頑張った方はもうね、全然ズボラじゃないです、素晴らしい、もう自分自身に拍手しましょう。お疲れ様でした。もしこの動画良かったらチャンネル登録、高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。